いやこのプレーもそうでしたし、一つ一つのプレーがね世界レベルでしたよね。そうですね、はい、まあ、見ていて柔らかいうっとりするようなプレーが非常に多かったこのイニエスタ、まあ、欲を言えばゴールに直結するプレーも見てみたかったですね。